はい、じゃあ皆さんこんにちは。はい、今日はいろんなね食材が出ているんだけど、いつもねお世話になっている、まあ、友達がやっているね農園さんがあるんだけど、そこのね今旬で、販売しているチンゲンサイをね、チンゲンサイを使った料理を作って食べていこうじゃないかとね、いうことで、はい、よろしくお願いいたします。はい、料理編は初めてなのでちょっとね、勝手が分かりませんがやっていきたいと思います。じゃあね、まずね普通のこのチンゲンサイとこのミニチンゲンサイがあるんだけど、ちょっと洗ってくれる？おもっと待っててね。はい、ちょっと待ってて、はい、じゃあね、ちょっとお願いします。こんなライブかな。はい、そうします。ミニチンゲンサイってすごい可愛いよね。ね、可愛いよね。私あんまり見かけたことないんだけどね。で、これこのままね、料理で使うといいっぽい。あ、そうなの。うん、多分彩りとか見た目がいいと思う。可愛くなるね。ね、いいよね。お子さんとかね、おしゃれに、また可愛かったりおしゃれにできるんじゃない？可愛いね。あとチンゲン何を作るかっていうと、そうそうそう、何作るかっていうとチンゲンサイと豚の、細切れ買ってきましたの、まあ、あんかけねを作っていきたいと思います。で、用意するのはチンゲンサイと豚の細切れと、まあ、ごま油に、まあ、塩コショウ、あと味付けで、まあ、ブイヨンとかね、いろいろ中華の素、中華の素とかね、まあいいんだけど、なかったのでラーメンスープを代用してね、これなんか粉末中華だしって書いてあるから、まあ代用できると思います。まあ美味しいんじゃないかな、ラーメンのつゆ自体ね、うん、美味しいから大丈夫きっとね。作っていきたいと思います。はい、じゃあね、よし、はい、マックパス。はい、はい、今から置いて。さてさてさて、じゃあちょっと待って、よいしょ。じゃあまず、まあ、野菜を切っちゃおうかな。普通のチンゲン菜、ザク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 。で、2人前だから2つ切ろうかな。切ったやつ。おう、サンキュー。つくづく思うんだけど、料理作ってくれる旦那さんっていいよね。いやいやいや、男の料理だからね、めっちゃアバウトよ。もうほんと目分量よ。はい、で、お、かわいいやつ、ね、ミニチンゲンサイ。ミニチンゲンサイ、これはもうこのままこうやって切らなくてもいい感じだね。ね、へー、このままこれだね。めっちゃかわいい。かわいいね。さ、うん、このままでいいんじゃね、これこのままでいいかも。かわいい、かわいい。じゃあもう一個やっとこうかな。ちょい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 、めっちゃみずみずしい。いいね。めっちゃ美味しそう。マー君よし、じゃあこれはまた余ったやつはね、うん、また何か違う料理にするとして、うん、まあこれによいしょ、電源入れとこうか。スタート。よし。で、ごま油をちょい引いて、塩コショウ下付けかな、下味をつけると。味付けて、よし、はい、まあもう今度準備は OK、 簡単だね、簡単だ。あと焼くだけ。 あとこの水溶き片栗粉も最後だね。最後だ ね、 ね、はい、とりあえずもう用意しておきます。じゃあまずお肉を炒めていきたいと思います。
れ出した暴れ出した、いい匂いしてきた、めっちゃ暴れ出したね、わくん、いい匂いしてきた、これ、はい、よし、こんなもんかな、いいじゃない、はい、野菜入れますでーん、超いっぱい、まあ、火取るとしんなりするからね、うん、いいよ、で、ちょっと火力落としとこうか、うん、はい、これでちょっと待ちます、はい、じゃあ見てみようかな、じゃあいくよ、オープン、お、いい感じでしんなり、お、ちょうどいい感じじゃない、うん、いいんじゃない、あとは、よし、水溶き片栗粉をはい、で、よし、OK、はい、完成です、じゃあこれをお皿に持っていきましょう、よし、できた、美味しそう、はい、じゃあいただきます、いただきます、はい、いただきます、さあ、チンゲン菜のお味はどうでしょう、いただきます、いただきます、豚肉、うん、うん、美味しい、私はチンゲン菜、うん、シャキシャキで美味しい、ああ、みずみずしい、うんうんうん、あ、すごいシャキシャキだね、ね、美味しい、うん、ああ、美味しい、そしてダブルおどりだけで炊いたイチョコマレ、これがめっちゃ絶品、美味しい、ねえ、この間初めて食べたんだけど、めちゃくちゃ感動して、もう本当に何もおかずがいらないぐらいそうそうそう、あの何、今日はまあおかずがあるからなんだけど、塩をね、ちょっとまあこれだけですごい美味しいんだけど、あの塩を振りかけたらめっちゃ美味しかった、というかまず食べようってうんうんうん、ほんとね、まあ、見ても分かるようにね、ふっくらと張りがあって、ですごい粘り気があってね、弾力がすごいのよ、で、あれ硬いのかなと思ったらふわっといくし、すごい絶妙な炊き加減、ほんとすごいなと思う、で、いちほまれ自体めちゃくちゃ美味しいんだけど、ダブル踊りだけでほんとびっくりするぐらいね、いい感じで炊けてるのよ、はい、ごめんね、食べて食べて、やっぱり美味しい、しかもすごいツヤツヤなんで、伝わるかな、うん、ねえ、うん、うん、うん、おかずと一緒に、あ、うまあ、そうそうそう、うん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 、美味しい、今回使ったチンゲン菜なんだけど、友達のタヤさんっていう人がちょっと農園やってるんですね、ですごいね、面白いっていうかね、活気のある、うん、農園さんで、今度ね一回ちょっと遊びに行こうかなと、うん、動画の方でね紹介もしていこうかなと思っておりますので、お楽しみに、まあ、はいそっちの方もね、取材していくっていうか、そっちの方もね、このシリーズになるかもしれないんでね、うんうん、楽しみに、お楽しみに、おいしいものをお届けできるかな、ほんとね、おいしい、簡単なのにおいしいよ、これね、簡単なのにね、うん、豚肉と、チンゲン菜、うん、なんか材料はそれと、あとは塩コショウと油、ごま油、ね、中華だし、うん、あと片栗粉ぐらい、あ、だし醤油なんかでもいいんじゃない、うんうんうん、多分ね、ちょっと中華風にするならね、チンゲン
豆板醤とか、まあ味噌でもいいんじゃないかな。まあそこはね、好きな調味料でね、ある家にあるっていうか手元にある調味料でね、作ってみるのはいかがでしょうか。美味しいです。美味しいです、まあ、幸せやね。うん、ということでみちょこまるとチンゲン菜でした。はい、うまくできました。じゃあね。本当美味しいよねこれ、うん、ご飯止まんない。めっちゃ美味しい。今日ほんと手軽でね、簡単ね。美味しいよね。うん、うまい。うまっ。はい、完食。うん、美味しかった。